も皆様こんにちは。たったたった高蔵でございます。今日は天気があまり、よろしくはないようでございますね。天気は、あまり良くはないんですが、またどうしてもちょっとインテグラさんに、乗りたくてですね、今日は今、ドライブしております。朝早い時間から走っておりますが、これはですね、非常にですね、楽しいでございますよ。はい。いや、インテグラさん、最近ですね、スパークプラグとですね、イグニッションコイルの方をですね、新しく新品にしました。それ変えての今はドライブでございます。外したプラグを見ましたらね、まだ使えはするんですけども、ちょっと判断がつかんかったもんだね。なので中古車一応ね、整備はして、納車にはなってますがね、自分で買ってね、取り付けてでの方がこう管理がしやすいと言いましょうかね。そういうこともありましてね、今回は、プラグの方は、変えました。NGK さんのね、イリジウムマックスでしたっけね、あちらの方に変えましたね。でイグニッションコイルも NGK さんから純正同等品のねコイルが出てたので、そちらにしました。一瞬そうですね、岡田でしたっけね、ダイレクトイグニッションコイルでしたか、あちらにしようかななんていうのも思ったんですが、いかんせん値段が高いもので、アルトワークスさんでもね、入れたいななんて思って、見てた、気にはしてたんですが、やはり値段がどうしても高いということで、インテさんの方ですとコイル4つ分ですからね、その分もお値段ちょっと高くなってしまいますよね。ワークスさんで6万ぐらいでしたっけね、インテさんだと9万5000円だったかな。調べたんですけどね、お高いなと、高いでしょうが、それなりに効果はあるんでしょうね。でもやっぱりね、純正同等品のイグニッションコイル、プラグ変えますとね、このエンジンのこの吹き上がり良くなりますよ。びっくりしちゃいましたよ。もうあからさまに違いがこう分かるもので。相当くたびれていたんでしょうね、これ。こう変えて、実感しました、私なんかは。いやー、もう面白くて面白くて、もうピュン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 回るんでね。おっと、失礼。ギアが入っていませんでしたよ。申し訳ございませんね。話に夢中になってましてね。そういえばニュートラに入れてたのをすっかり忘れておりました。いや、申し訳ございません。
マニュアル運転しだしまして2年、もうすぐ3年目になるのかな。まだこんなことばっかりやってますからね。本当申し訳ねえなと言ったところでございますな。もうちょいちょいやるんですよね今でも。はいはい、今はそうですね、まあ、市原の方抜けてきまして、大滝抜けまして、まあ、勝浦の方でございますね。まあ、天気が良ければですね、かなりこういい景色なんですけどもね、この辺なんかはね。今日はあんまり天気がよろしくないでしょうかね。おっちょっと遅いもんね。いやー、でも天気が悪いと言いましてもね、ここの風景は私好きですね、何回来ても。はあ、なかなか今日も楽しいドライブが、できておりますよ。そういえばあれですね、緊急事態、宣言でしたっけね、解除されたところはされましたね。私は千葉県に住んでますんで、まだ解除にはなってないんですが、他の地域のね、感染者数が少ないところはもうね、解除ということになってますが、まあ、知事さん会見でも申しておりましたが、このね、やはりこう解除となりますと、やっぱり人のこの、流れといいましょうかね、そういうものが、まあ、起きますんでね、また新たなね、感染者数の爆発につながるんではないかなってね、懸念されてますが、私もね、そのように思っておりますよ。幸い自分はまだまだ体調がどこか変になったというようなこともなくね、こうして普通に生活は遅れておりますが、油断してますとね、もうコロコロちゃんにかかってしまうかもしれませんからね、これは十分ね気を引き締めていかないといかん、いかんですな。でももう正直なところ、もう自粛は疲れましたね。自粛疲れますよね。もうね、何ヶ月もですもんね。1ヶ月か。もっとか。県をまたいでね、移動を控えてくださいということがね、これがね、やっぱね、来ますよね。いつもいつも、まあ、私は千葉県、特に下の方でございますか、の方までドライブでやめてるんですがね、ちょっとね、インテさんでゴールデンウィークは遠出の方したかったんですがね、そういうわけにはいかなくなってしまいました。このコロナね、収束まではもう全然まだまだ先の話でしょうからね。5月あたりには収まるんじゃないかなって思ってた時期もありましたけども、もう全然ですね。いや、128号でございますね。こう
一日のんびり、ドライブしたいような時は、まあ、こちらの勝浦の方回ってね、来たりのはしますわ。昨日も夜ちらっと、まあアルトワクザさんで、ね、軽くドライブはしたんですがね、あの今日朝から認定さんドライブしたいななんて思いまして、ワクザさんの方では本当1時間ぐらいかな、ちょろっと近所徘徊したレベルでございますがね、いつものようにがっつり野島崎までワークスんでドライブしちゃいますので、今日早く起きれないななんて思いましたものでね、あ、エビネさんね、勝浦担々麺のね、ここ美味しいっていうねことを聞いたことがありますよ。前も昼間通りかかった時は営業してなかったんですね、コロナの影響でしょうかね。ちょっとね、一体食べてみたいですな。ここの道出るまでの間にも勝浦担々麺ってね、のぼりの立った、ラーメン屋さん数軒見かけまして通りましたがね、もういつだったかな、結構前なんですよね、勝浦担々麺を食べたのはですね、お店では。私はそうですね、まあ千葉のね、あの勝浦担々麺というのはご当地ラーメンになるんでございますがね、千葉のご当地ラーメンと言いますと竹岡ラーメン、あともう一つはアリランラーメンというね、これで三大、千葉のご当地ラーメンということになってますね。その中でも私はまあやはり竹岡ラーメンが一番好きですね。何せそのチャーシューがもう美味しいんでね。ついでアリランラーメンですね。アリランラーメンなんか私は最後残ったスープに飯をぶっ込みましてね、おじやにして食べるんでございますよ。これがうまいんですね。あ、行儀悪い言われちゃうかも分かりませんが、もうついつい美味しくてね、やっちゃうんですよ。ここのお店はずっとなんかのれんが下がったままだな。この時期といえば自動車でございますね。軽自動車も値上がりしましてね、でこのインテグラさんも13年以上経ってますんで、重税になってますな。ワークスさんだけの重量税ですとそんなんでもないんですが、まあ2台分となるとね、まあまあいい値段になりますね。それでもね、もっと車複数台持ってらっしゃる方なんかはもう重量税だけでもうん十万ってね行くでしょうから、それもそれでまた大変でございますよね。こういう重量税も安くなってはくれないもんなんですかね。そうすればね、もっともっと車にかかる維持費の方もね、かか
からなくなればね、車乗る人もちょっとは増えるんじゃないかとは思いますが、まあそういうわけにもいかんのでしょうな。うん、うよし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 。いや、なんかね、こう雨がずっと降ってればいいんですが、なんかポツポツ降っては止んで、ポツポツ降っては止んでなので、これ今日すごい車汚れるでしょうね。もうちょっとバーッと降るもんだと思ってたんですが、今のところはそういう気配はないですね。あとはもう黄砂ね、車に黄砂が積もっておりまして、あら、車がちょっと黄色いななんてね、思いましたけども。まあ、洗車は明日しようかな。ぼちぼちこのインテさんも距離は走ってないんですが、もう5ヶ月、6ヶ月ぐらい経っちゃってるんで、エンジンオイルの方の交換もね、したいといかんすな。なので明日日曜日にちょっとやってきますよ。忘れないうちにですね。インテさんの近況報告というのはこんなもんでございましょうかね。誰も待ち望んではいないかもしれませんが。ということでですね、今日 お話ししたいことはこんなところでございましょうか。またね、次の動画ワークスさんになりますか、インテさんになりますかは分かりませんが、またね、動画の方、次のね動画でね、お会いしましょう。高藤でございました。では、失礼します。